皆さんこんにちは、西村直樹です。今日もウイナースタジオからお送りしています。今日2015年10月の3日土曜日、今日の数波の言葉は心のお掃除、心のお掃除です。そして今日の BGM はNHK 心を旅する四国88箇所の中から第30番フラッシュ全楽の曲をお送りしています。この曲はとても思い出があります。というのは、1986年、徳島県の、鳴門大橋ができた時にですね、13時間生番組で、そこを鳴門大橋のたもとでですね、四国潮騒の春という、大きなイベントをやりました。その音楽を全部担当しましたけれども、女性コーラスを使ってジングル5秒6秒7秒8秒なんかのジングルを作ったり、この今流れている全楽寺の、曲は、その NHK の宣伝の CM の時にですね、こういう催し物がありますっていうので、ずっと何回も何回も全国に流れていましたね。全国放送で13時間生番組というのは初めてのことらしいんですが、その時の NHK の司会者の人が徳田明アナウンサーでしたけれども、とても今となっては懐かしい思い出です。当時のシンセサイザーっていうのは、大きくてですね、今みたいなコンピューターの中に全部入ってるわけではないんですよね。だから一つ一つのこの音色の中の一つのキーボード、一台のキーボードで、この音色はもう一台のキーボードというふうにですね、シンセサイザーという具合に、一つの音色を、まあ、一台で、だから4音色使うのには4台使わなくちゃいけない、10音色使わない10台を持っていかなくちゃいけないような時代でした。今となっては懐かしい思い出ですね。1990年のロマホードまでやった時にもですね、本当に20代から30代ぐらいの音源を持っていたと思い出があります。今となっては考えられない、そんな、時でしたね。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。 NHK 心を旅する四国88箇所、ぜひこの DVD 手に取って見てください。とても普段目にできないような映像がたくさん収録されています。そしてご映画も、各札所のご映画も含まれていますよ。それでは今日一日が皆様にとってより素晴らしい日でありますように。